トヨタ・ヤリス・ WRC はトヨタ自動車が開発した競技専用車。2017年から世界ラリー選手権に参戦している。ヤリス・ WRC テストカー2009年に海チから撤退した後、トヨタの WRC 復帰への動向はたびたび報じられてきた。海チ参戦前は WRC 実動部隊であった TMG が WRC 復帰を視野に、ヤリス S2000 を開発中と報じられ、2014年3月に、TMG 製のヤリス WRC テストカーが登場し、ステファン・サラザン、セバスチャン・リンド・ホルム、エリック・カミリラのドライブで、欧州各地で、プライベートテストが行われた。時を前後して2012年に、トヨタ自動車社長のトヨダ・アキオが、ラリーに興味を持って、自ら参戦し始め、 2014年1月には WRC で4道王者になった富間記念からドライビングを直接指導してもらった。この時に2人は意気統合し、トヨタの WRC 参戦への気持ちが強くなっていった。2015年1月、トヨタは新ワールドラリーカー規定が導入される2017年に1999年以来18年ぶりに WRC に復帰すると表明。欧州市場の主力コンパクトカーであるヤリスを WR カーのベース車両とした。公認申請時の形式は NSP131。2015年の夏にフィンランドプーポラにある TMR のファクトリーを車体開発、オペレーションの拠点とし、ドイツケルンの TMG ではエンジン開発を行うことが決定。 当時15名ほどのスタッフしかいなかったため、人材集めから始まり、9月に設計がスタートした。設計開発には、トム・ホーラー、サイモン・キャリアー、ミッコル・オホラ WRC の経験豊富なエンジニアが参加したほか、モータースポーツの経験は、一切ないが最先端技術、ツールを使うことに長けた、フィンランド人、エンジニア・デザイナーも多数雇用した。12月には、 チームの新体制が公に発表され、トヨタ画像レーシング WRT の総代表に、豊田キオが就任、チーム代表には、富茉記念が就任した。2016年4月に茉記念の運転で、シェイクダウンが行われた。その後、ミッコヒルボネンらの運転で2017年シーズン開幕までに12000マイルのテスト走行が続けられた。しかし、 同年9月に入ってもターマックテストが行われていなかったことや11月に入ってもレギュラードライバーが決定していないことに不安の声も上がった。デビュー1ヶ月前の12月13日にようやくレギュラードライバーと大型空力パーツを装着した正式なヤリス WRC がお披露目されることとなった。2016年パリモーターショーのトヨダとマキネンと。 ヤリス WRC それまでグループ N 車両の開発、販売を行っていた TMR がチームオペレーション及び WR カー開発の大部分を担う。本拠地はフィンランド、中央スオミ県ユバスキュラ郡の北にあるプーポラという村で、この地はマキネンの故郷であり、周りを田畑や野山に囲まれた田舎である。ファクトリーは、 マキネ年の家にあったナヤのような農業施設を改造して建てられた。一方で、ユバスキラは先端技術を持った産業の多く集まる地域で、例えばヤリスの油圧システムの大半は普段地元で、トラクターを製造している企業が担うなど、部品サプライヤーには困らなかった。当初、マキネ年に WRC を任せるのに、トヨタ内部から強い反発があり、 豊田秋夫の固い決意と、マキネンとの信頼関係なしには誕生しなかった体制であった。外部からも、マキネンで大丈夫か、彼に丸投げではないかという声もあったため、2016年2月の画像レーシングのプレスカンファレンスではそれを否定するためにコメントを発表する一幕もあった。人材は10カ国以上から、モータースポーツ経験の有無や業界を問わず、幅広く、 技術と情熱ある人材が集められた。全スタッフのうち日本人スタッフは1割ほどで、日本からの幹部や、すご腕機能用西部メカニックのほか、以前からフィンランドに在住していた者も,もいる。マキネンは、一つは、入ってきて一年目のエンジニアやメカニックであっても、しっかりと責任を持たせる。二つは、すべてのスタッフが同じ目と耳を持っているかのように、情報を共有する。 三つは、プロとして、互いに信頼し合うの三つを守ってチーム作りを進めていった。エンジンは、ドイツケルンの TMG が開発する。エンジン開発責任者は、日本人の青木特性。空力開発も TMG の風洞設備で行われる。また WR カーは、ベースとなる市販車の性能も4割弱ほど影響するため、日本の本社もフィードバックを受けながら、 WRC と市場のニーズに合った磁気ベース車両を開発する。なお基本的な予算や報告については、TMR と本社が同意の上で進めていくが、全体的には、巻き年のやり方を理解して任せているという。また2016年に、合弁会社、トヨタコネクティドを共同設立したマイクロソフトをテクノロジーパートナーとし、 走行データの集積と解析によるマシン開発、情報共有や経理などの迅速な事務処理、エコカムのようなクラウドを用いたファンへの情報サービスなどの点で協力する。2017年8月には、オイット・タナック、マルティニ・ヤルベオヤグミの母国でもあるエストニアに輸送の拠点を築くことが明らかとなっている。2019年、ラリー・スウェーデンでは、 マーカス・グロンホルム、ティモラ・ウティアイネン組に対し、初めてプライベーターチームへの供給を行った。2021年には、マキネンはトヨタのモータースポーツ全体に関わるモータースポーツアドバイザーとして優待し、代わりに、ヤリーイコール・マティラ・トバラがチーム代表に就任している。フロントグリル吸気口付近。ボディ形状はサンドアハッチバック。 2017年にマイナーチェンジされる市販車のエクステリアとイメージを合わせている。楕円形のトヨタのエンブレムの周りがエンジン吸気口としてデザインされている。エアロダイナミクスは新 WR カー規定の自由度を利用し、積極的にダウンフォースを発生する方向の造形となっている。フロントバンパー下端にはチンスポイラーを装着。 フェンダー両端のカナードや L 字型のサイドミラーステイは後方へ向かう気流の整流効果を持つ。サイドインパクトへの耐久性を増す新規定によりサイドボディはちょっとしたものが置けるほど分厚くなっておりリアフェンダーをテーブル代わりにマクドナルドのハンバーガーセットを乗せて食べる光景がしばし見られるほどである。リアフェンダー後端の開口部には14枚の多層式フィンがあり 大型のリアウィング、ディフューザーと合わせてアグレッシブなリアビューを呈する。リアウィングはメインプレートの上にアーチ型ウィングがまたがる二段式で左右には小型のサブウィングを装備する。この巨大なリアウィングはヤリス WRC の象徴とも言えるパーツで日本のアフターパーツメーカーがこれをモチーフにしたリアウィングを発売している。2017年モデルの課題として ラリーメキシコなどの高温環境ではオーバーヒート症状が起き、また空力バランスがリア寄りのためアンダーステア傾向があった。2018年モデルではこれらの対策としてフロントのエアロパッケージが修正された。フロントバンパーのラジエーターダクトを台形から長方形に変更。両サイドのカナードが2層になり、フロントフェンダーの開口部もリア同様に複雑なデザインに変わった。 エンジンは TMG 製のグローバルレースエンジン。1600cc 直列4、気筒直噴ターボエンジンで、ボアストロークは 83.8mm72.5mm。Mm、FIA 規定の 36mm やリストリクターを装着し、高招致で最高出力380馬力以上、最大トルク425ナノメートル以上を発生する。設計は、 ヤマハイスズトヨタの F1 エンジンに関わってきた矢島博士、開発責任者はスバル、コローニヤマハトヨタの F1 エンジン開発に関わってきた青木特製。3戦前の開発ではドライバー出身者であるマキネンのリクエストに応じてエンジンを設計から3回作り直したという。本来は1年かかる開発作業を数ヶ月で終わらせるため、 TMG は24時間ローテーションで開発する体制で特貫工事を進めテストに間に合わせるよう心血を注いだ。トランスミッションはエクストラク性の6速シーケンシャルセミ AT。ステアリング裏右手側のパドルでシフトアップシフトダウンを操作する。駆動系はフルタイム 4WD。ディファレンシャルギアは前後が機械式でセンターが電子制御式。 サスペンションのダンパーはフランスの BOS 製でリザーバータンクが下側につくタイプ。フレーム以外ではドアノーブ、ドアヒンジなどは市販車のヤリスのものが採用されている。またワイパーレバーはランドクルーザーの部品である。2019年現在はトヨタ WRT のロジスティック拠点のエストニアで車両登録されており、かつ日本とエストニアに相互協定がないため、 ラリージャパンのリハーサルイベントであるセントラルラリーには仮ナンバーをつけて参戦した。ラトバラ社半二年車ドライバーはヤリス WRC の開発プログラムを担当してきたユホ半二年カイリンドストローム組が最初に決定。もう一台には2016年末にフォルクスワーゲンが WRC 撤退を表明したため移籍先を探していた前年のチャンピオン。 セバスチャン・オジェや、ペター・ソルベルグ、セバスチャン・ローブといったチャンピオン経験者の加入が噂されていたが、結局 WRC 通算16勝を挙げている、ヤリー・コール・マティラ・トバラ・アンド・ミーカ・アンティラ組の加入が決定した。セカンドシート候補だった2016年 WRC に王者サペからピアンド・ヤン・ネフェルム組は当初、テストドライバーを担当し、第6戦ラリー。 ポルトガル以降3代目のヤリス WRC をドライブする。フィンランド人が3名揃ったことで円滑な情報共有がチームの強みになったという。復帰初年度は学び終えるためのシーズンと位置づけられたが開幕戦ラリーモンテカルロではラトバラが2位でフィニッシュしデビュー戦で初表彰台を獲得。第2戦ラリースウェーデンでは ラトバラがトヨタに1999年のチャイナラリー以来となる WRC 優勝をもたらした。チームにとって地元イベントとなる第9戦ラリーフィンランドでは3台揃って上位を改装。ラトバラはトラブルに見舞われるが、新鋭、ラッピが WRC3 戦4戦目で初優勝を飾り、半2年も3位初表彰台を獲得した。 一方でシーズン通して信頼性不足に悩まされ、フィンランドでは、ラッピと優勝争いを繰り広げていた、ラトバラがトラブルによりストップしてしまう一幕もあった。第11戦ラリー、カタルーニャ終了後の10月18日、トヨタは、来期 M スポーツで、ドライバーズランキング2位のオイット・タナックマルティン・ヤルベオや組を採用することを発表。同時に、 ラトバラとラッピの来季参戦も確定した。半2年は、性ドライバーの座を失った上に17年最終戦も欠場することが決まったが、トヨタの一員として止まった。また子ドライバーのカイリンドストロームは、最終戦から、スポーティングディレクターとして活動することになった。タナック社開幕戦モンテカルロではタナックと、ラトバラが2から3位でフィニッシュし、上場の滑り出しとなった。 しかしその結果が災いし、昨年優勝の第2戦スウェーデンでは、記録的豪雪もあって雪かきがかりにならざるを得ず、大敗した。またラリーメキシコでは、コーチでの熱害を完全に克服するには至らず、前者にトラブルが発生して勝負権を失った。第4戦、ツールドコルスでは苦手と思われていたターマックで、タナックとラッピーがトップタイムを連発し、 タナックがニー表彰台を獲得。第5戦ラリーアルゼンチンでタナックが遺跡後、そしてヤリスの同年初優勝を飾った。7月にはテストも兼ねて、ヤリスにとって初めて WRC 以外の選手権であるエストニア国内選手権にも参戦。母国のタナックがドライブし、他の WR カーゼーを破って優勝を果たしている。同月に行われたラリーフィンランドでは、 低速トルクとレスポンスの改善を図った、スペック5エンジンを投入。タナックが移籍後2勝目を挙げ、ラトバラが3位に入った。続く、ラリードイチェランドではタナックが、ヤリスのターマック初優勝を挙げると、ラリーオブターキーでは、旧スペックエンジンにもかかわらず堅実な戦略で荒れた。ラリーを勝ち残り、タナックが自身にとってもヤリスにとっても初の3、連勝を挙げ、 マニファクチャラーズランキングで首位に浮上した。ラリーギガバイトでもタナックは首位を走行したが、ジャンプ時にマシン仮面を強く打って、ラジエーターを破損し、デイリタイヤ。代わりに、ラトバラがセバスチャン・オジェと接戦を繰り広げるも2位に終わり、4連勝はならなかった。タナックは、次戦ラリーカタルーニャでも、首位を走るもパンク、最終戦でも最終日にリタイアするなどして、 ドライバーズタイトルには手が届かなかった。一方でラトバラとラッピが高い位置でポイントを稼いだ。結果ドライバーズではランキング3から4から5位につけ、最終戦ではラトバラのシーズン初優勝トヨタ通算50勝目と、共にトヨタとしては19年ぶりのマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。離脱するラッピに代わり、前年途中移行しトロエンで干されていたクリス・ミークが、 加入。ヒュンダイのシートを失ったヘーデン・パットンの小ドライバー、セバスチャン・マーシャルが彼とコンビを組んだ。開幕戦モンテカルロでは、パンクやタイヤリムの破損などで優勝争いには絡めなかったが、6連続を含む最多 SS 勝利でタナックがセバスチャン・ローブを逆転して3位表彰台を確保した。続くスウェーデンでは、ラトバラがクラッシュするものの、タナックがトップに立ち、 パワーステージも勝利して、同年の初優勝を挙げた。またこのラリーでは、マーカスグロンホルムの GRX へ、初めてエアリス WRC のカスタマー供給が、なされた。タナックが構想を見せる一方で、ミイクとラトバラのトラブルやミスにより、マニファクチャラーズ選手権ではヒュンダイに遅れを取った。 またタナックも6月のラリーイタリアサルディーニアで総合トップで迎えた最終ステージでマシントラブルに合い5に転落している。一方でラリードイチェランドではトヨタとしては1994年サファイラリー以来の表彰台独占を果たしている。またこのドイツでトヨタが育成中の勝田木元が WR カーデビュー。10位完走で初ポイントを獲得している。 タナックとヤルベオヤは6勝を挙げ、最終戦目前のラリーカタルーニャでドライバーズ及び、コドライバーズチャンピオンを獲得した。非フランス人のチャンピオンは16年ぶりとなる。しかし、マニファクチャラーズ選手権は、最終戦ラリーオーストラリアが、山火事によりキャンセルされたこともあるが、大差でヒュンダイに奪われ三冠獲得は果たせなかった。またタナックとヤルベオヤはチャンピオン獲得直後に、 トヨタ離脱を発表した。WRC 以外では勝田がフィンランド選手権に参戦して2度優勝を飾っている。また2020年に復活するラリージャパンのリハーサルイベントであるセントラルラリーにも参戦し、日本のラリーファンやラリーを知らない人々にも衝撃を与えた。なお、勝田のドライブしたヤリスは2019年型モデルではあるものの、 全部のカナードが装着されていない。ドライバーラインナップを完全に一新し、シトロエンから、セバスチャン・オジェ、ジュリアン・イングラシア、エム・スポーツ・フォードより、エルフィン・エヴァンス、スコット・マーティン、シュコダ・モーター・スポーツより、カルレロ・ロバン・ペラ、ヨン・ネ・ハルツネンを迎えた。マニュファクチャラー登録以外では勝田が復活した、ラリー・ジャパンを含む8戦に参戦するほか、 残留を強く希望したラトバラがスウェーデンにプライベーターとしてヤリスで参戦した。初戦となるモンテカルロではオジェが2位で彼が持っていたドーラリーの連勝記録が途絶えてしまう。しかし雪不足で距離が短縮となった第2戦、スウェーデンではエヴァンスが2戦目でトヨタ初優勝を果たした上にロバンペラが19歳2戦目にして表彰台に上るという快挙を果たした。 また次戦メキシコではオジェが移籍後初の優勝を果たした。第5戦トルコではエヴァンスが移籍後2度目の勝利を記録し、初のチャンピオンの可能性を残した。しかし最終戦イタリアでエヴァンスはクラッシュを喫し、オジェがチームメイト対決を制して7回目のドライバーズチャンピオンを獲得した。なおマニファクチャラーズは2年連続でヒュンダイが獲得している。ラトバラが チーム代表に就任した以外は前年と同じ体制。勝田は日本人として初の最高峰クラスフル参戦となる。本来なら前年限りでオジは引退のはずだったが、前年がコロナ禍による短縮日程で不完全燃焼だったため、改めて最終年度としてシーズンを戦う。マシンはグレーン・ヤリスをベースとしたものに切り替わる予定であったが、コロナ禍による 開発の遅れからそのままとなった。田中ヌービルの2枚看板で初日をリードすることの多いヒュンダイ勢だが、クラッシュリタイヤも多く噛み合わない状態で、トヨタが序盤戦は3部門トップに立っている。ありがとうございます。